お久しぶりです。スイスポじゃない方のスイフト、タイムズカーシェアで乗っていきますよ。久しぶりすぎて外観を取り忘れましたが、廉価グレードのキモータブルーです。1.2 リッターに900キロ台の車重。スイスポベースの実力を探りましょう。プッシュスタートでエンジンを始動してみましたが、排気音が静かすぎてびっくりします。アイドルアップも入るコールドスタートは基本的にうるさいのに、このスイフトはほぼ無音だな。というかさ、ここの駐車場狭すぎるでしょ。返すとき不安なんだけど。車の前後調ってあんまり気にされるイメージないが、こういうところだと大きな差になるよな。出るときはそんなに苦労しませんでしたね。出るときは。返すときは、今は考えないようにしよう。ちょっとオートライトやハイビームの動作に戸惑ってますが、廉価グレード特有の温かみのあるライトです。このまま真っ暗な深夜の峠に向かいますが、大変良好な照射能力でございました。ブレーキが初期からズドンと効いてしまうし、なんかガタが大きいかな。 1.2 リッターのノンターボということで期待してなかったんだけど、軽さが効いてか、出足は非常に良好です。トルク感とともにガンガンに伸びていくようで、軽いのって正義だなと思わされますね。と思いきや、そこからさらに加速していくと、なんか微妙にもっさり感が出るんですが、そのパワーの出方が気になるんです。明らかに絞られてるというか、エンジン自体に余力があるはずなのに、変速機とコンピュータが加速させてない感じ。なんか CVT とエンジンが噛み合ってない感じするが、エンジン自体は非常によくできているんだぜ。あと、ゆったり走っている分には、足が動いてくれるので乗り心地もいいですね。まあその動き方が、攻め込んでいくとちょっと良くない感じになるのですが、とりあえず今は、市街地クルーズの領域での話をしようぜ。まずですね、なんか車音性が高いんですよね。レンタカーなのでタイヤのランクが不明ですが、走行中の騒音としては、タイヤからの音が一番大きく聞こえる。驚かされますよ。新車価格は150万円くらいなのに、他車の300万円級の静かさがあるようです。静粛性不明なタイヤでこれだもんな。なおアイドリングストップもブレーキホールドもなし。サイドブレーキは手で引くタイプです。今のうちに内装の紹介をしましょう。デミオダかマズダプーに並ぶほど質感が高いですね。面白いのがエアコンの操作系で、ちょっとだけ初見を惑わせてきます。真ん中の丸は、ただのディスプレイなんですね。左右のでっかい丸を回して、温度と風量を調整します。物理ボタンで最高ですね。風向切り替えがこのボタンなのは、ちょくちょく変えたい身には面倒ではあるがな。慣れるまで真ん中触っちゃうけど、見やすく操作もしやすい、よくできた操作パネルです。曇り取りボタンが独立してるのも素晴らしい。ちなみにハザードは遠くて押しづらいです。通勤で毎日合流する人は、このだるさわかるよね。センターコンソールは広々としてるけど、広々としすぎてカップホルダーもシフトノブもガタガタ。使い心地は良くはないです。奥の方にはシガーソケットか、ちゃんと小物入れがあるの、日本のコンパクトカーらしくていいぞ。でも奥まったところにドリンクホルダーがあるから、手がシフトノブに当たりまくって取り出す時も戻す時もガタガタ。というか真っ暗な山奥で撮ってるから、光がむちゃくちゃでごめんなさいね。あれ？なんだこのボタン。ここで S ボタンの存在に気づいたようだな。後で実証するけど、引きが甘いと車が動く系のサイド。はい戻ってまいりまして、内装紹介を挟んだ理由ですね。このスイフト、シフトノブの使い勝手が最悪なんですよ。床下の低いところから、長い棒が伸びてくるようなシフトノブなのですが、その長さが悪さをする。価格帯ゆえかシフトノブがガッタガタなのですが、棒の長さがガタを増幅する。おまけにポジションを変えても応答性があまりない。頻繁に L レンジや N レンジを使って走行していましたが、毎回入れ間違えかけました。この上下にだけ動くタイプ、狙ったギアに入れづらいことが多いから、走行主は好きじゃないぜ。プリウスシフトに慣れちゃうと、右上が R で右下が D だから、動かす方向が違ってミスりようがないんですよね。まあシフトは慣れと丁寧な操作の問題だぞ。まあせっかくのスイフトなんだし、レンタカーでもなければ普通マニュアルのスイスポ買うよね。というわけでノーマルのスイフトが、どんな車として作られているか予想しますと、一言で言うと、郊外在住のご年配の方の足。でしょうな。この動画を通して紹介していくけど、その狙ったところに対して、価格や運転フィールが的確に合わされています。この40から60キロくらいの、全く速くない巡航スピード、ここでしなやかに動いて快適な足。でもこの足は、速度を上げていくと一気に不安定になる。スイスポがあるからこそ、こっちで低速域の快適性と乗りやすさをとって、スイスポで高負荷域を取れるんでしょうな。スイスポ乗ったことないけど。これは許してほしいぜ。というか名古屋東海エリアで、レンタカー屋さんを教えてほしいぜ。さてさて、瞬間燃費計を見てみてくださいよ。
わずかに登っているところでも、リッター20程度の瞬間燃費、当然ながらアクセルを抜けば燃料はカットされるし、非常に経済的なエンジンですね。ハイブリッドカーみたいに減速中の回生充電はできないけど、その分元が軽い、小さく最小限に作るからこそ、小さいエンジンをエコに回しても走る。本体も安いし経済的。これは峠を登り切った後なのですが、ボンネットを開けてもそこまで熱々じゃないですね。すっごいな、現代車にあるまじきスッカスカ具合で感動するぜ。ボンネットは重さ的に鉄ですね。でも車体の小ささとエンジンの小ささ、本体価格の安さ、設計のシンプルさ。軽いからガソリンだけでもエコ、日本車の経済性の良さ。これがどれだけ素晴らしいものであるか、アルトを出してる鈴木車だからこそわかる。ラジエーターファンは一気がけなのかよ。ノンターボスカスカ 1.2 リッターならこれで十分ってことか。結局軽いのが一番エコでしょっていう、鈴木車の設計方針は大好きですよ。車重 2.5 トンの EV とか、もうわけわからないもんな。さてさて、ちょっと長い地味な上り坂、アクセルを踏んでみます。いい音です。映像じゃあまり聞こえないだろうけど、直四の迫力ある低音が中回転域で響く。正直加速の速さは感じないけど、逆に不満も出ない、実にいいバランスです。ただねー、ちょっとでも法定速度を超えるようなスピードになると、おじいちゃん設計の悪いところが出ちゃいますね。なんだ今の。車線逸脱アラートですね。こういう道でセンターラインをはみ出して、ダンプカーと正面衝突しなくなる。ニュース速報のコメント欄で、ダンプの運転手がはみ出したんだろって、書かれるような事故を防げるな。さてちょっとトイレに行きたいので、この先のサービスエリアによります。フラットパークってやつですね。知ってる人は多くないかもしれない、下道からサービスエリアに入れるやつです。おいドアが閉まってないぞ。またこれかよ、確か ND ロードスターの時もちゃんと閉まらなかったんですよね。普段乗ってる車のボディ剛性が非常に高く、ドアスタビライザーまでつけているので、その感覚だと閉まってくれないんでしょう。なおプリウスだと、D レンジの状態でドアを開けると、誘拐された子供のように警告音が鳴り響くぜ。ハイブリッドカーは不慣れな人に不親切。ソフトウェアで補ってる現状ですね。さて下り坂でいるレンジに入れましたが、エンジンブレーキをしっかり効かせてくれるので、ブレーキを踏まなくても怖くありません。富士山周りの下りや、153号線を飯田に下っていくところのような、ブレーキに厳しい区間も安全に走れるな。さて前後に短い、小回り効く、視点が高くて見切り性能がいいということで、狭い左折でも出やすいのがまたいいんだ。今Lレンジのままアクセルを踏み込んで、合流加速をしてみたけど、あんまり回転数は跳ね上がらないですね。あんまり飛ばさないおじいちゃんおばあちゃん向け設計。それにしてもさ、ハンドルがスカスカすぎない？軽くて非常に回しやすいのはいいんだけど、ちょっとでも段差をガタンと超えて、タイヤが激しく上下に動くと、路面との接続が瞬間的に失われるような、すごい恐怖感に襲われます。ハンドルを切っていってもタイヤが潰れる感触はあまりない。まあそういう系の車ではないよね。今後ろから速い車が迫ってきてるが、これ以上のペースアップは怖いぜ。100キロ以上出しても余裕しかないプリウスに乗ってると、余計に軽い車は怖いですわ。さっきは経済的だと言ったが、70キロを超えてきたあたりから、直進感と快適性に露骨に差が出始めるよな。まっすぐ走っているんだけど、ハンドル自体はスカスカで安定しない感じ。これは深夜帯の速い流れに乗ろうと思ったら、藤原拓海が操る AE86 みたいな気分になりますね。これ褒め言葉なのか？多分違います。商品設計的には別に問題じゃないけど、交差点を曲がっていくと、微妙にハンドルの直径が大きすぎる感じ。私みたいなユーザーは、スイスポじゃないとダメですな。交差点の右左折でもわかるわ。むしろ交差点の右左折こそ、ドライビングの全てが詰まってるんだぜ。というわけで琵琶湖の脇の平野から離れ、306号線の倉がかり峠へと登っていきます。ハンドリング自体は好みに合わないけど、軽さが効いてぐいぐい走っていけますね。また瞬間的にレーンをはみ出したようだ。これ切っちゃいましょう。長押しかな？車線逸脱警報を切るために車線を逸脱するスタイル。さてやっとですね、ワインディングに来たわけですよ。ただまあ、乗り物の設計速度が、明らかに走行ペースについてこれていないですね。特に足回りの設計がふわふわすぎて、ほんの少しの段差を超えただけでも、どこへ行くかわからなくなって怖いです。今の左カーブ、映像で見ててもわかるくらいに怖かったぞ。いやまあ、車重1トン以下ですし、タイヤ的には余裕たっぷりなんですよ。でもこれ、ショックアブソーバーがいかんわ。減衰力不足です。軽くて一般向けの車全般がこうなりがちだが、ハイスピードで段差を超えると一瞬暴れるんだよな。暴れるのは本当に一瞬。
移動距離的には1個か2個程度ですが、そういう問題じゃなくてですね、乗り物の制御、タイヤと路面のグリップ感覚が、一瞬だろうが切断されるのが大問題なんですよ。足のセッティングが弱々でも、シャシー自体は悪くない。スイスポに期待だな。どうです?いい音でしょう?純正マフラーのスポーツカーみたいです。はい、そこ、直近の排気規制が厳しすぎて、パッケージングがスポーツカーだろうが、エンジン音がミニバンと大差ないとか言わない。路面がうねっているのですが、むっちゃふわふわします。そんなペースで走るなよアホ。いやーね、私の限界を見極める力的には、まだまだいけると判断しています。それにしてもちょくちょくアクセルは開けているのですが、レッドゾーンが6500回転になっている割に、4000回転くらいから一気に伸びなくなりますね。さあ下り坂のねじれ込んでいくような急カーブ、重量級でアンダーステアの車だと、遠心力に怯えながら慎重に抜けることになるのですが、やっぱり物理的に軽いのは正義ですね。特に怖いとか感じず、タイヤにも大きな負担をかけずに安全にクリア。重力で果てしなく加速していっちゃう感じもないし、ダウンヒルでそこまで恐怖感を感じないな。まあタイヤからカーって音が聞こえるのを感じながら、ダウンヒルプリウスミサイルをやる、私の運転の方がおかしいのは承知ですけども、軽い車には、物理的な限界の高さゆえ、絶対的な安全と警戒感があり、重い車には、高速、高負荷域でも絶対に崩れない、乗り心地の良さと走行安定性がある。ついでに言うと、タイヤを使い切って走る楽しみがある。私は重い車でタイヤを押し付けながら走るのが好きなので、どうしても軽いのは慣れませんね。そう、タイヤ、結構飛ばしてるように見えるけど、まだ全然タイヤに負担がかかってないです。道としては、鹿が飛び出してくるリスク以外、性能テストに完璧なんだけどな。さて、狭いところを抜けまして、かなり大きな U ターンになります。軽さや小ささ、視点の高さが効いて、異常なほど突っ込める感じがしますね。まあここら辺は集落エリアだから、大したことはできないがな。そうね、さっきハンドルがスカスカって言ったけど、それは切り始めというかセンターの話。スパッとハンドルを切って、一瞬でロールを収束させて旋回姿勢を作るような、そういう乗り方をすればあまり気になりません。中途半端に走ってるとふわふわして怖いですが、車重とタイヤグリップで考えていけば、また違った世界が見えてくるんですよね。さっき設計の限界が後から見えておきながら、ものの数分で自分からその向こうに飛び込んでいくスタイル。だってタイヤに余力があるんですもの。使い切りに行きたいですよね。まって路面がへねってる、危ない危ない。まあ、こう見えてむっちゃ警戒しながら走ってるので、まあ何も起こらないですね。ちなみにこのトンネルで、急ブレーキテストをします。軽いというだけあって、結構な力で止まることができますね。ただ FF の限界なのかな、リアのサスペンションが伸びちゃって、前の2輪のグリップだけで速度を削る羽目になって、強い強い負荷を受けたフロントがロック。ABS が介入して、それが制動力の限界になる。そんな感じのフィーリングでしたね。ブレーキパッドくらいは強化しておきたいかな。まあ制動距離的には、フロントタイヤと路面がロックするという問題だけど、こういう時、後輪のタイヤグリップも使って、車速を削れる RR が羨ましくなるな。ブレーキングだけは、公道でも簡単にタイヤの限界まで使うことができますからね。みんな RR はトラクションがあって言うけど、私はブレーキングの方が恩恵が大きいように感じます。よその車の話をするのもいいが、自分が乗ってる車の限界性能を見定める方が大事だぞ。というわけで通常旋回で、アウト側のタイヤグリップを目いっぱい使って曲がってみましょう。進路前方を確認して、アウトによって、速度を調整してぐっと切れ込ませる。元が軽いからぐいぐいいけます。やっぱり車のセッティングに文句言うだけじゃなくて、乗り手が最適化するのも必要だよね。このふわふわした状態で、物理的な軽さだけ使って攻め込んでる感じ、藤原匠の86を彷彿とさせるよな。しかもヒルクライムを、豆腐は積んでないけど限界を超えない範囲で走ってるのがまた。さてさて、どれだけ録画ファイルを探しても見つからなかったけど、ハンドルを揺さぶって、限界までロールした時の動きも確かめておきました。相対的にフロントのスタビが硬くなっていました。安定を優先していて、スピンするような事故にはならないでしょうな。乗り手がバイクライドみたいに体を動かして踏ん張らないと、ロールしまくって横に持っていかれるけどな。ちょっと待ってね、ここで内装の撮影します。は?ここで?そうですが何か?引退した YouTuber は無敵だな。
というわけでここからが本番ですよ。急な勾配と急カーブの組み合わせ。よいしょ、陶器は通行止めになる倉掛峠。霧がかかれば30キロも出せない倉掛峠です。うねりまくった連続 S 字の先に、バイクがこけそうな U ターンが来るんですよ。見通しやコース幅もちょうどよく、エンジンの油温は上がりそうだけど、ヒルクライムの楽しさがある道です。直線では暴れまくっていたような足回りだけど、こういう連続する切り返しでスパッと旋回に持ち込めば、ちゃんとタイヤグリップを使って踏ん張ってくれます。さっきは接続感がないとか言ったけど、さすがにこの領域まで攻め込むと、フロントタイヤが押しつぶされてるのがわかるよ。この領域に入ると、スポーツ車がどうとかあんまり関係ないよな。ハンドルがどれだけ軽くてスカスカだろうが、アホみたいにロールしようが、旋回中はずっとアウトのタイヤを全力で押し付けるからね。スタビの前後バランスゆえ、ちょっと前が逃げるような感覚を味わいつつ、タイヤグリップで曲げていくのだ。逆にタイヤグリップに頼らない曲がり方を教えていただきたい。入り口でとりあえずサイド引くのか？小学生がグランツーリスモで、ブガッティベイロンに乗った時の走り方やん。お前がやってたやつな。あれある程度は許容されることがあるけど、完成にタイヤグリップが抗えないレベルになると、滑っていっちゃうんですよね。何の話をしているんだ？これまでの16分間のおかげで、せっかくの山道に来たのに、喋ることがあんまり残ってないでござる。おっとこんなところで赤信号かよ。しかも1分以上待たされるというな。せっかくの機会だということで、サイドブレーキの引きが甘いと、メーター上はオンでも普通に動くよという実証実験。ハンドル上の赤いランプが、サイドブレーキがオンであることを示しているが、思い切り車が動いているな。サイドブレーキはそのままで、ギアだけ P に入れたら動かなくなりました。インナードラムって言うんだろうか。ドラムブレーキを手で引っ張る系のサイドブレーキは注意が必要だな。オートマだろうがマニュアルだろうが、ちゃんとギアを入れて停車しましょう。ついでに言うと、坂道発進アシストがついていましたね。というわけで話すことがないので、U ターンしてきてダウンヒル、D レンジと L レンジをしっかり使い分けて、ブレーキが加熱しないように下ります。元が軽いおかげで、重い車でよく味わう、遠心力の恐怖が皆無だな。私はこういうダウンヒルで攻め込むのは無理なタイプですが、安心感が段違いですね。急な下り坂と急カーブの組み合わせは、物理的な重量が本当に効くから、ほどほどの下りならかっ飛ばすことができても、このレベルのダウンヒルになると普通の神経じゃ無理だぜ。しかが、窓開けてたからガシャンって音にビビったし、このタイミングで対向車かよ。重力で無限に加速される中で、ああいうのにも対応しなきゃいけないから、このレベルのダウンヒルは鬼畜の極み。アンダーパワー車だからこそ、エンジンもタイヤを使い切りながら登れる、ヒルクライムの方が私は好きですね。L レンジのおかげであんまりブレーキを踏む必要がなかったことと、シフトノブだけはガタガタだけど、CVT の変速制御が滑らかで、不快なエンジンブレーキはなかったこと、言えるのはそれくらいかな。というわけでスイスポじゃない方のスイフト、総じて言えば、本当によくできた車でしたね。ただまあ、巡航時の足の動きとハンドリングがあれなら、この価格帯だし普通スイスポ買うよな。動画としてはまとめに入ってるけど、私としては最後の難関が待ち受けてるのよ。さっきまであんなに元気よく走ってたのに、一時停止でもなんでもないところを、何秒止まるんですかというチキンプレイで通過。というかここを右折するの無理だろ、軽トラでもギリギリだわ。うおっと、右リアが落ちるくらい、ギリギリでクリアしました。ここら辺に住むなら、基本的に軽自動車しか無理だな。すぐ隣が彦根城だし、馬の時代の感覚で土地と道路が残ってるだろってレベル。そうここなのよ、マジ基地の極みですね。窓を開けて、左ミラーを下に向けて、アプローチもしっかり考えて、カーシェア生活で身につけたヒゲを発動するとしましょう。具体的にはこんな感じで、窓から身を乗り出しながら駐車します。特に東京のカーシェアは、こうでもしないと何も見えない場所とかあるんだよな。言うてスイフトですからね、大丈夫だとは思いますけども、最初の右バックは理想的に行きましたが、左に切り返すタイミングが難しい。真っ暗な夜だからな、自分のテールランプの明かり以外、何も見えないぞ。しかも微妙に高低差があって、不安定な姿勢の中で、繊細にアクセルを踏む必要があります。とか言ってたけど、なんか理想的に入りましたね。お、左リアもほぼ完璧。大げさに取り扱うほどでもなかったか。念のために切り返すんですけどもね、小さい車だと楽勝よね。というわけで不慣れな方がカーシェアを借りるときは、駐車場がマジ基地なところじゃないか、確認はしておきましょうという注意喚起でした。というかこの駐車場、リフトになってるのか？
上り坂になっててクリーピングじゃ動かないぞ。これ絶対踏みすぎて後ろの壁に突っ込む人出るでしょ。というわけでね、時間もあんまりないのでここで終わります。はい、ご視聴ありがとうございました。